こんにちは、関山です。今日は家賃補助助成金概要固まるというテーマでお話したいと思います。で、家賃補助助成金という名前になるかちょっと分からないんですけど、家賃補助が政府から出るんじゃないかというのを、前回も動画でお話したんですけれども、それの概要がだいぶ固まってきたというところでお話したいと思います。で、前回の動画で家賃補助助成金来るというお話したんですけど、これはできそうであるという形になっているというところですね。で、今法案だったりとかが通されているのかな、その審議みたいなのが進んでいるというような状況になっていると思います。で、内容なんですけど、中小企業、50万円を上限、個人事業25万円を上限に家賃の3分の2を補助するっていう制度になりそうであると。で、1ヶ月の売上削対同月比、50% 以上減少、もしくは3ヶ月で 30% 以上減少が対象になりそうだと。で、業種は問わない。で、期間は半年間っていう形に今のところなってます。で、そこでちょっと疑問が出てくるんですけど、じゃあ数店舗ある会社はどうなるんだとか、あと家賃の高い事業者、例えば路面店だったりとか床面積の広い業態、例えば家賃が月200万とか300万かかってくるとかっていうものに関しても、一律その50万円なのかっていうような疑問が今のところ出てきてるかなと思います。で、一事業者300万円、個人事業だと150万円の一時給付金みたいな、形に収まるのかなと。初めは、例えば店舗数がいっぱいあるところは、それぞれに、例えば月最大50万円っていう形なのかなと思ったんですけど、どうやら蓋を開けるとそうではないみたいで、もう本当一事業者に対してみたいな。で、これってもう言ったら、300万円の一時給付金みたいな、前回の持続化給付金の、延長みたいな、っていうような形のレベル、要は言ったらもう焼け石に水ぐらいにしかならないんじゃないかなっていうのが今現状のところです。もちろんないよりは全然マシなんですけど、でも言ってもこれぐらいの、その補助で何かこう救われるところっていうのは正直少ないんじゃないかなっていうのが、今出てきているところですね。で、実際記事でも、最大300万円ってこの記事に書いてあるんですけど、っていうことは一事業者に対して最大300万円、仮にですけど、例えば10店舗ある店舗とか、じゃあ、50店舗ある店舗とかに月50万円ってなったら、本当にもうスズメの涙にしかならないので、これが今後どうなるのかっていうところでも、今現状では、そういう形になるのかなっていうのが、実際のところになっていると思います。で、一番言ったらですね、得なのは、もしそういう制度だとしたら一番得なのは、1店舗だけで家賃が75万円の場合は、50万円受け取れますみたいな、25万円は自分で払うんだけどっていうのが一番得になって、例えばそれが2店舗あったら、完全にその損になっていくっていうような、損というか、不平等になっていくっていうような制度に、なってるっていう形ですね。で、他にも公明党案とかもあるんですけど、不動産オーナーやテナントに独自の家賃支援を行う、地方自治体への支援と、多分これはその事業者サイドじゃなくて、その不動産オーナーサイドに、その支援を行うと、内容としては、家賃減額したオーナーさん、不動産のオーナーさんに減額分の一部を補助しますよっていう制度も、公明党からは出てるそうなんですね。ただ一方で、前回、この案を進めてるのって岸田政調会長っていう、自民党の偉い方みたいなんですけど、この方、その次期総理候補って言われてる方で、次の、 そのポスト安倍っていうような形で言われてるそうなんですね。で、以前の30万円給付金の話あったじゃないですか。で、その時に、それ、あっという間にこう国民のバッシングがあってポシャったんですけど、で、公明党がもう連立解消するって言って圧力かけて、もう全員国民一律で10万円っていうふうに変えたんですね。で、その時に、やっぱりこうメンツを潰されたとみたいな話があるらしくて、で、今回もその家賃補助に関してもこの岸田政調会長が進めていると。で、今回も公明党がまたいろんなアイデアとか出してきてるんですけど、そこで岸田さんがまたメンツ潰されるんじゃないかみたいなとかも出てて、そういう政党内の何かこう権力闘争みたいなのも今あるらしいです。本当に今そんなことやってる場合じゃないんですけど、そういうのも出てきてるっていうような話もあります。で、言ってしまえばやっぱりこう外国からもその揶揄されているように、日本の政治政策っていうのはもう too small, too late, too fake だと。で、とてもちっちゃくて、とても遅くて、もうとても嘘つきだ
っていうふうに言われているように、本当に僕もなんかこう見ててそう感じる部分は、まあ、残念ながらあるんですけど、本当にこう規模がちっちゃくてあまりにも遅くて、なんかいろんな嘘ばっかり、なんかそれっぽく見せてるんだけど、実際それが機能してるとか、なんか本当にこう生活の助けになってるとか、じゃあこれからやっていけそうだみたいなことに向かってってるのかっていうのが本当に怪しくて、何かこう意思決定だったりとか有効な手立てっていうのが、まあ、あまりにも遅い、小さい、嘘っていうのは正直、まあ、感じているところではあります。で、まあ、今後に関しては、まあ、とは言っても、まあ、もちろんそういうのが出てくるっていうことはありがたいので、まあ、以前もその30万円給付金が、まあ、10万円一律になったように、まあ、声を上げることでそれが徐々に解消されていったり、まあ、雇用調整助成金もそうなんですけど、まあ、徐々にこう簡素化されていったりっていうのはあると思うので、まあ、今回の制度に関しても、まあ、あまりもその業態によって規模感っていうのは違うので、そこにフィットしたような政策、まあ、補助の制度っていうのを作らないと、やはりこう、まあ、あまりにもこう不平等になっちゃう、そこで救われないところが出てきてしまうので、まあ、現実をちゃんと反映した制度になることに、まあ、期待して、まあ、声を上げていったりとかする必要があるのかなと思ってます。はい、今日は家賃補助制度の続報についてでした。今後も、こういった情報を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。